シブ計測装置。地表と大気の温度、降水量、風と雲のカベレージマップ、湿気と塩分濃度のマップ。パッシブ計測装置はこれらの情報を計測できて、地球環境の研究や自然災害の予測や対策に貢献しているんだ。パッシブ計測装置は物質が自然に放射する電磁エネルギーをキャッチして解析するんだ。地球が放射する熱赤外線などがこれに当たるよ。その他にも地表や海面が反射する太陽光もキャッチできるんだ。この観測は夜はできないよ。どんな物質でもその温度が物理的に一番低い温度の絶対零度を超えていれば、電磁エネルギーを熱放射線として放射します。放射計と呼ばれるパッシブ計測装置はこのエネルギーを計測します。マイクロ波、赤外線、可視光など様々な波長の放射計があります。パッシブ計測装置は物質が自然に放射したり反射したりする太陽光や赤外線などの電磁エネルギーを計測できるし、もともと別の用途で発信されている信号も計測できるんだ。これらの信号を機械信号と呼ぶんだ。米国の GPS 衛星、ロシアのグロナス衛星、欧州のガリレオ衛星や中国の米動衛星などの測位衛星が発信する記号が機械信号の例だね。これらの信号が地球から反射して宇宙に戻ってきたものを計測することを GNSS 反射法と呼ぶんだ。反射の他にも大気による機械信号の屈折を観測することもできるんだ。光がプリズムで屈折したり、夕焼けと同じ原理だね。この観測方法を GNSS 扁平法と呼ぶんだ。もともと発信されている機械信号と反射や屈折している信号を調べることで、地表、海面、大気の状況を知ることができるんだ。パッシブ計測装置の仕組みをもっと簡単に理解できる実験をしてみよう。ラジオをチューニングするとき、ラジオ局から外すとノイズが再生されるね。ただし、このノイズには2種類あるんだ。1つ目はアンテナから来るノイズ、2つ目がラジオそのものから来るノイズ。ラジオからアンテナを外して再生すると2つ目のノイズだけが再生されるんだ。パッシブ計測装置のマイクロ波放射計はこの2つのノイズを分けて、アンテナから来るノイズだけを測る必要があるんだ。